Let's go. サダちゃんなしでお送りします。今日はね、やっぱり格闘技界、このね、まあ、大晦日から始まり、いろいろ技ってブームになったと思うんですよ。で、今まさにブームになってるのはバッティングですよ。カーフキック、三角締め、そしてバッティング、これ三大ね、なってるんですけど、噂ですけど、今年はすごい色になってしまったね。めちゃめちゃすごくない？まあ、としては複雑だけど。確かに。で、今日はね、実際に、藤木さんは、梅野源氏選手のね、トレーナーをやってたりするので、梅野源氏選手の、今回、バッティング、じゃあ、どういう対策をしてたのかとか、まあ、その振り返りみたいなのとかを、ちょっと、いろいろ話聞きながら、でね、僕がね、その、バッティングに対応する技っていうのを考えてきたんです。僕も昔、過去何回もね、バッティングもらって、花田とか、その、眼科でね、とか骨折しちゃうことあったので、本当にこれめちゃめちゃもう痛くて、しかもその時にこういう反則技っていうのは、まあ、試合の勝敗にかなり影響してしまったりするので、この辺をね、ちょっともう今後頭突きを受けない技術っていうので、ね、ちょっと公開させていただこうと思います。ということで、いいねとチャンネル登録の方お願いします。レッツゴー。まず梅野選手のトレーナーとして、こうどんな感じで当日その現地で見た感想とか、あとはそのどういう対策をしてたのか、ちょっと教えてもらっていいですか？まずバッティングって、道具の筋的と一緒で、まあ、もう今のルールの現状でやったもん勝ちになっちゃうんです。やってそれで、もちろんそれは反則技なんで、レフリーから注意、減点ってくらっていくけど、明らかにやられたら不利を受ける。で、一発で減点とか失格って、まずなんか、最後の偶発的なもの。これは筋肉と一緒で、だから筋肉を1回受けて、そこから注意が入って、もう1回やったらってことですよね。もうその時にはもうすごいダメージを負ってるわけなので、だからもう、ちょっと反則技を対策するっていうのは、ちょっと違和感はあるんだけど、それでもやっぱそれを受けないようにしなければ、自分が損しちゃうっていうので、まず浩市選手の一番気をつけるべき攻撃っていうのをトレーニングを積んだんですよね。事前に予測されてた。そうです。まあ確かにね、大津選手、まあ、そういう戦い方というか、まあ、K-1 時代の頃からね、結構そのバッティングで結構やってたから、まあ、戦い方的にスタイル的にね、そういうのはあり得るっていうのが確かに予想されますよね。でしかも今回、まあ、バッティングがこれ有効なのって、皆さん結構勘違いしがちなことも多くて、いろいろバッティングが受けやすい条件下ってあるんですよ。でも身長が同じぐらいだと、バッティングって受けにくいんですよ。もしかしたら顎を瞬間的に来るときに引けるんで、身長差が同じだと引けば助かるんですよ。でも、今回、まあ、梅野選手も白鳥選手も180近くあるんで、もう小路選手と身長差があるんですよ。だから顎を瞬間で来たと思って引いても間に合わないっていうこともあったりとか、あと他にも、まあ、条件下っていうのがあるので、そのバッティングを受けやすい条件下がね、揃っちゃってるんですよ。だからそれが今回、ね、たまたま例えば小路選手が過去戦った試合で、まあ、武部選手とか大岩選手とか天心選手とかっていうのは身長が同じなんです。身長差があまりない。だからそんなにそこまで表面化されなかったんですけど、今回は梅野選手も白鳥選手も身長差があったので、そのバッティング入りやすいような条件が揃ってしまってるんですよ。あとね、もう一個あって、オースボックスとサウスポーの時だとこれ全然入りづらいんですよ、バッティングが。なぜかというと、これちょっとサウスポーに構えてもらっていいですか？サウスポーじゃないですか。でオースボックスに構えてもらっていいですか？構えます。この違いわかりますか？オースボックス、はい、サウスポーに構えてください。この違いわかります。多分カメラの人はわかると思うんですけど、オーソドックスとオーソドックスっていうのは手がこっち側に入ってるんで、お互いこうなるんで顔の位置ってどうしても近くなるんですね。でもオーソドックスとサウスポーっていうのは手がこの同じ、要は対になるので、どうしても顔の位置が遠くなるんです。なのでここから遠いところからバッティング入ってきたとしたら見えやすいですよね。でも近い時だったら見えづらいですよね。例えば同じ速度としても、距離が近い時の方がゴール地点まで到達点が早いです。それと同じように、距離が遠いと同じ速度でも到達点まで時間がかかるので、これだと見やすいんですよね。だから、サウスポーとオーソドックスって、もうそういう条件が全然変わってくるんです。だから、サウスポー対オーソドックスの時は、バッティングっていうのは、顔の位置が自然的に離れる形になるので、受けにくいと、こういう形になります。
まず対策としてやってたのが、大きくは一つ構えです。はいはいはい。構えは、もちろんこのライジングルール、ライジングキックルールに、適用するように、パンチが打ちやすい、もともと見えた明太なんですよ。はいはい。そのために、変えたっていうのもあるんですけど、それは同時にバッティング対策でもあって、あの、やっぱ明太だとバッティングって、そんなに脅威ではないというか、やっぱり肘があるんで、頭から突っ込んできたら、また肘だったりとかで、最後、ごちそうさまって感じ、ごちそうさまって感じになっちゃうんで、相手もそんなに突っ込んできづらいんですよ。だから、組むのあるし。ただ、このルールだと、やっぱりここで、この距離で戦わなきゃいけない時があって、そのために、ムエタイのこの構えだと、どうしても、懐がないんですね。そうすると、ガン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 出てきちゃうんで、そこを、すり抜けちゃうんで、ここを、大きく構えて、懐を作り、入らせないようにするっていうのをポイントにやってたんですよ、ね。はい、はい。だから常にもうテーマは構えを大きくやったんです。小さくならないように大きく。っていうふうに、そういう対策をしてまして。あ、確かにその、1分のところ、そのバッティング受けられないので、そのバーンバーンってジャブが出てて、距離取って、ダンダンってやってたじゃないですか。で、だからあのやり方だったらバッティングで当たらないんですよね。だからあそこに突っ込んできても構えがあったから、そうそうそう、あの時の一発のパターンは空振りしないんですよ。行っちゃった、行った時にね、空振りしてそこからのガーンって言ってこうね、こう、確かにそう、もうそこはだから対策はねしてたけど、なんか表現楽しいからね、くんだったっていうところはあるけど、やっぱりでも、ね、サポートした側としてはやっぱり後悔は残りますよね。なるほど、確かにあのさ、ね、すごくこう最初の1分間あそこまで、あ、梅野選手これキックボクシングルール対応してるって思ってジャンプをバンバンって入れて蹴り行ったりとかで、ね、あれでお、なんかすごく調子良さそうなって、で、だから僕としても、ね、もちろん浩二選手ね濃いじゃないと思うけど、そうすごくそのファン目線としては残念だなって思って、この間選手ね、せっかく YouTube でもコラボさせてもらってめちゃくちゃ楽しみだったんですよね、優勝するのが。そういうことを踏まえて、じゃあ今日僕が考えた、バッティング対策っていうのを公開させていただこうと思います。ということでですね、めちゃめちゃ研究してきましたよ。バッティング対策で2日間ぐらいかけましたよ。ほぼ寝ずに研究。まずね、バッティングのような形で入ってくる選手誰かいるかなって僕まずそこからデータ分析、やっぱり過去のそうやって時系列を遡るってすごく大事だと思うんですよ。で、そういった選手いるかなと思って探したんですよね。いたんですよ、なんと。しかも僕も会ったことがあるという伝説的なファイター。これホリフィールド、イベンダーホリフィールドという選手。おー、僕すごいです。あの選手は結構頭から入ってくるタイプで、で、実際そのホリフィールド対マイク・タイソンの試合もホリフィールドの頭が当たって、タイソン怒って、で、耳に噛みついたんですよね。だから、ある程度、ね、耳に噛みついたことがすごくフォーカスされまくってて、なんでこっちゃって思う人、結構ね、マニアの人も多いかと思うんですけど、あれって実は、ホリフィールドの頭が当たって、で、タイソンが怒っちゃったらしいんですよ。っていうことが前提にあって、で、いつも僕もその試合、何回も分析してね。で、あれは確か2回目なんじゃないかな。1回目はね、ホリフィールドがタイソン、17ラウンド、後半でもう KO して、あれしてたんで、多分その2回目だと思う、再戦とかだと思うんですけど、その試合を繰り返し見てると、ホリフィールドも結構、すごいこう、突っ込むタイプなんですね、あの頃、打ち方見て。ホリフィールドと食事したことがあるんです。ああ、ね、写真を撮してもらえるんですか。うわ、ホリフィールドだなって超興奮しました。で、ホリフィールドが、で、じゃあ誰か対策してたかって研究したんですよ。その分析したら、いたんですよ。研究してた。そう、ホリフィールドの、要は接近戦、すごい頭ゴツゴツ当たるぐらいの接近戦で、その対応してた選手がいたんです。それ、ジョージ・ファーマンって覚えてます。おー、またレジェンドだ。はい。クロスアームブロックです。わかりますかね。クロスアームブロックっていう、ブロックしかないんですよ。で、ホリフィールド対ジョージ・ファーマンの試合見たら、すごかったんですよ。これが答えが出てて。で、それをもとに、今日はちょっとやりたいですね。まずね、やってはいけないこと。まずじゃあ、バッティングでやってされるようなタイプの選手に、やってはいけないっていうことを説明しますか。一番やってはいけないこと。自分も前に出ること。これ一番やっちゃいけないです。そう。で、なぜやってはいけないかというと、バッティング
こう頭から入ってくる選手っていうのは日頃からそういう風に練習してるので頭とかかなり強いんですよ。だから一概にこっちがよし相手バッティングするような選手が自分をどんどん受けてやるっていうカチンってやったりすると自分が脳震盪でダメージ食らっちゃう可能性と、一番っていうのはここ切れるんですよ。で僕たちもさ、やっぱ明太の経験があったからすごくわかるけど、あのここまぶたの上とか額って簡単に切れちゃうんですよ、皮脂が。でそれ切られるともう TKO 負けになってしまう危険性があるので、これが一番いけないのが構えてこのバッティングするように入ってくる選手に対して自分もガーって、これが一番いけないと。ちょっと聞いてもいいですか、はい、バッティングって取られなかったらありっていうことなんですか、はい、ですね、まあやっぱりレフリーの位置によってなかなか見えないんですよね。そのしかもこういうふうにやっぱ近づいてるんでゴリ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 ってるんで、なかなかこう見えづらい。戦法としては確かにありなんですよ、うん、どうしかというと要は僕がいつもディフェンス の打点を殺すっていうふうにお話をしてるじゃないですか。それと同じように例えばストレートジャブを打っていいですか。ジャブでここで受けたら、ね、100% 来ますけど、ここで 60% のところでガーンっていっちゃえば、まだダメージは軽減できるんですよ。だからそれで打てば、変な話、頭から突っ込めば、こういう有利なところがあるんで、そういう点では、この頭から突っ込むっていうのは、ディフェンス方法として結構できちゃうんですよ。で、そのまま頭から突っ込んじゃえば、ディフェンスできますけど、結果的に、これそのまま突っ込めばバッティングになっちゃう。じゃあインファイター結構使う感じなんですか、うん、本来は使うべきじゃないんです。本来はやっぱりちゃんとパーリングだったり、ブロッキングだったり、技術的なものをやってた上で、これも最終手段なので、バッティングってやっぱローブローと違って、分かりづらいっていうのがあるんですよ。うんうんうん、っていうのも、頭とパンチって、今回のコーチ選手もそうでしたけど、頭とパンチってセットなんですよ。一発ガンで終わりってまずないんで、ガンで終わりだったら相手がこうバッティングでやってアピールすれば終わるんですけど、その後にパンチ来るんで、ガン当たってそのまま打たれたりとか、これで効いちゃったらこれダウンになっちゃうんで、確かに分かりづらいっていうのはすごいありますね、うん、今回なんかもバッティングの後にパンチがやっぱり飛んできて、さすがにもう完全なヘッドバットだったので普通に止めてやったんですけど、で先ほどもう言ったように、まあ、ジケさんが言ったように、脇を締めて、肘でしっかりと相手をプッシュする。これは、出してないときは、この通常の構えのときは有効なんですけど、出してるときは、これ、肘入らないんで、ここで入られちゃうんですよ、さっき。まあ、これ、ムエア選手が、もらってしまうことなんですよね。うん、そうだから、脇締めで対応するっていうのは、ただ突っ込んでくる選手に対しては、これ、有効です。これだったら有効です。でも、空振ったとき、自分が攻撃に行ってるときっていうのは、これ脇がなくなっちゃうんで、入られてしまう。なので、ただ突っ込んでくる相手、ただこうやって、むやみに突っ込んでくれたいっていうやつ、そういうやつに対しては、この脇締めガードは有効です。じゃあ実際、ジョージ・ワーマンが使ってたクロスアームブロックの解説します。クロスアームブロックってまず何じゃっていうと、こうやって、普通ガードをこうやってやるじゃないですか。それをまあ、こうやってやるんですよ。こういう感じで。で、ジョージ・ワーマンは、ね、ポリヒールズがこうやってガンガン来るのに対して、ここでこうやってやったんですよ。だから、梅野選手って肘使えるじゃないですか。うん、で、ジョージ・ワーマンは、ここ。要は、ここからここ。っていうのは、K1 ルールとかだったら、うん、ね、ボクシングだとさ、ここは反則でしょ。うん、反則。そう、でもね、キックボクシングだったらね、ここからここって、反則じゃない。ああ、確かにバックブローとかって、ここでも、まあ、有効だ、ね。有効だなんです。だからバックブローもそこで有効だなってる話じゃないですか。だからその利点を利用するんですよ。ジョージ・ファーマンはこうやってやったんですよ。こうやってやってたんですよ。このクロスアームブロックで入らせないでしょうね。クロスアームブロックしてればいくらもう受け突っ込んでいくわけですから、多分今。これでもう絶対入れない。身長差あってもこれで入れないです。で、例えばここからホリフィールドはフックですよ。コージ選手と同じように。しかもホリデールのもう切りやばいっすからね、うん、それでもジョージ・ファーマンは普通にアップライトで構えてこうやって対応しました。こうやって来るでしょ。そう、こうやって来て、ここでフック来てもここで防いで、防いでこっち来てもフック来てもこっちで防いでます、うん、そう、だから頭から突っ込んでくる選手っていうのは基本的にあまり技術がないんで、基本的にフック系なんです、うん、こうフック系なんです、うん、ただやっぱさ、ホリデールクラスになるとさ、もうめちゃめちゃレベル高いわけじゃん、うん、
そう、これ言えるのは、じゃジョージ・フォーマンがどうやって対応して勝ったかっていうと、結果的にこうやってやってくるじゃないですか。フックは対応するんですけど、これ何が弱いかって、ストレートなんですよ。こう間縫って、これ言うバーンって、もうこのフックじゃ入れへんかっていうので、ここフック通りガーンってストレートって言ってたんですよ。ですなんで、このブロックっていうのは、フック系には強いんですよ。フック系には強いんですけど、ここ間空いちゃうんで、ストレート、ミストレートにバーンって入っちゃうんですよ。そうだからミニストレートには弱いっていうクロスアームロックは弱点は確かにあるんです。ただ頭から入ってくる選手に対してはこうやってフックでこう切ってもこうやってこうやって防ぎますよね。でジョージ・ファウスがやってたようにグッとこれで、うん、これで自分の距離作ってダーンってやつ、うん、だからこれどうする、こう来てグッとこれでグッとこれでやつですよ。これはバーッてボクシングルールでは有効だと思ってキックあったらどうか、キックあってもこの接近戦なんで、うん、プラスあればまあ膝使いますここでここで出てドンって膝使います。でグッと押し込んでバーッて、ここにいたらまあここにいたら基本的にまあ蹴りは来ないじゃないですか、うん、この次ゼロ距離なんで、ゼロ距離でまず蹴り来ないじゃないですか、うん、だからパンチじゃないですか。でちょっと離して自分から膝行ったりとか、うん、ここでグッと、もうここを使うね、赤い感じで使うと反則取られちゃうかもしれない。ここっすね、ここからこれ組んでグッと、だからこれもし頭から入ってくる選手いたらここでガンって合わせちゃえば、変な話これでもう超変な話自動的に肘に当たってくれるもんなんで、うん、だけどまあこれで使えます。でまあ今回そのね、このクロスアームロックだと隙間からここでストレート入れてしまってるっていうのもあるんで、僕考えた技が一個あって、これクロスアームロック回避です。クロスアームロックにさらに進化させたい、進化っていうかクロスアームロックを使いながらやる技になるんですけど、これは防御っていうよりもカウンター、結構攻撃に近いような感じになる。これだと多分右ストレートを受けてしまうって話じゃないですか。まあもちろんこれも使いながらでいいんですよ。ここでもう近くいて、近くいたら、まあ、これプラスは使いながら差し込む。で、もう一個は、僕考えたのが、これっす。これ、クロスアームをこうやってやるんじゃなくて、こうやるんですよ。じゃあ、やりましょう。で、先ほど、じゃあ、サウスポーとオーソドックスの話をしました。で、まあ、オーソドックスの方、どうした方が、バッティング受けやすいですよっていう話をしたんですけど、ファーストバッターも結構簡単なんです。先ほどのクロスアームロックで。全然これで簡単に合わせちゃうんで、ファーストとオーソドックスは簡単なんですけど、問題はオーソドックスとシングルですね。で、この時にクロスワンブロック解除するんです。これはもうガードではないです。ある意味攻撃です。これは先ほどジュニアさんが言ったような、バックブローの特徴をね、うまく使った技になります。じゃあちょっとお願いします。で、これをもう入ってくるようなやつに対しては、自分からこう、ちょっと大丈夫ですか？これやばいですよ。ここでクロスしてガーッていったんですよ。これマジで痛いですから、骨が思いっきりここのデコのところとか相手の鼻とかにガーッて当たるんで、これ攻撃なんですよ。これやばくないですか？この時に大事なのはこうやって体に行くと次のフックをもらっちゃう可能性があります。なので自分のここにつけてグローブとおでこをつけて、そのままつくんです。で、足で抜き出る。だから肘打ちを打つとこれ反則ですよね。肘打ちじゃなくて、この上腕のとこ、ここにガーンと相手の頭に、かち上げてます。はい、じゃあどうぞ。大丈夫ですか？結構やっぱり硬いんで来ますね。しかも頭から突っ込んでるんで、こっちの衝撃もこっちのカウンターになるんで。そうですね。これちょっと脳震盪を起こす。
どうするか、サーブとか。これでも実際本当に試合で使っても大丈夫。ルール的にどうだったかな。ルール的にどうなこの構えから、こうして、こうっすよね。肘は出てないですね、ここ。例えば普通に構えているところから、はい、来た瞬間にこうみたいなのには行きづらい。来た瞬間ならさすがに間に合わなくなるんで、もうなんかこういう頭から突っ込んでくる選手っていうのは、もう事前にデータで分かるじゃないですか。だから、よし、対応しようっていうことで、多分、実験さんは事前に分かってたから、ね、脇を締めてっていうので、多分攻撃する時っていうのは、やっぱりこう、どうしても難しかったじゃないですか。なので、もうこれで自分で押し込んでいって、来る、もう相手がこういうなるときにガーンっていっちゃって、ガーンっていって、で、自分でさらに押し込んで。前へ出る、頭から前へ出てくる選手っていうのは、基本的に押し込まれるって、逆の展開で作られると、要は、自分で試合作れなくなっちゃうんですよ。だから、そうなんですよ。だから、膝蹴りも、全然関係ないですけど、飛び膝も、まあ、有効なんですけど、だからそれを合わせるっていうのを僕はこれで合わせた方がいいんじゃないか。実際やる。僕だったらやりますけどね。例えばカーンってなって、はい、ちょっと初めお互いにジャブとかで様子見て、はい、でいきなりこう突っ込んできた時の対応どうすればいいですか。もうすぐここです。まあその時はまああのクロスアームロックでいいと思います。あ、これ戦ってないけど、ね。はい。カーンって言って、今こう言っててるじゃないですか。で近づいちゃったらまあクロスアームロックじゃないですか。だからまず最初に。まあ、こういう時にはパンチ打っちゃうんです。相手がこういう時は行くぞっていう時にはパンチ打たない、うん。まずここでこれで変わります。これでまず起こしてからこういう状態になってるから時には打つ。だからこの見合いのお見合いの状態でパンチ打つみたいです。もう、行くぞ行くぞ行くぞ。ここですね、ここですね。行くぞ。で、自分でペース作っちゃって、相手が自力になって、後足重心になったら、もうこれで、これが合図です。前に突っ込んでくる選手っていうのは、7-3 とか6-4 とかで、重心が前にいます。なので、これが逆になったら、もうこれで頭から突っ込めないんです。こうでいくとまた時間がかかるんで、これだったらいけるんですよ。これがいけるんですよ。なので、こうなった瞬間にも合図です。そしたらもう自分から。ちょっと本当？これいやマジで考えたんですよ、これ反則取られちゃうから。いや反則は取られないと思うけど、これやられたらマジでやばくない？どうでした？クロスアームブロック、ちょっとね、ジケさん納得してないのかもしれない。クロスアームブロックまではジケさんおーおーとか言って、クロスアームブロック深いなった瞬間ちょっとおふざけみたいな。おふざけか。いや、マジ、大間じゃないか、理にはかなってるし、しかも実際突っ込んで、衝撃強かった。で、これもう二度と突っ込もうと思えないでしょ。これやられたら、切れちゃうからさ。ただ、僕の中でなんか逃げ切れないのは、やっぱり、言っても、バッティング反則技じゃないですか。反則技のために、この構えを、完全にこれにするっていうのは、なんか、反則ありきの。まあ、でも、ずっとこうじゃないですよ。ずっとこうじゃなくて、もちろんこうやってやってて、スッ、こう、スッ、そう、スッっていう、スッって感じで。そう、もちろん、これが、だからジャブと一緒、ジャブ打つじゃないですか。ジャブと一緒、ジャブ打つときも構えて、要は崩れるわけじゃないですか。それと一緒で、そっ、そっってやつ。そっ、いつ来てもいい。そうそう、いつ来てもいい。タイミング合わせるみたいな。だからジャブと一緒です。はい、でこれを、ジャブとかフックとかフェイント入れるじゃないですか、それの代わりに1個技としてこれを入れる、このフェイントの技を入れると全然変わりますね。マジですよ。でも何だかんだで僕めちゃくちゃ技考えてますから、現時点でいろいろ技発明してきたじゃないですか、これまで。それの意思として真面目に聞いてほしい。やっぱりなんかで、パンチを当てるためにどうするか、キックを当てるためにどうするか、パンチ受けないためにどうするかとか考えるじゃないですか、はい、その中で反則技を受けないためにって考えるのって正直悔しい思いもあるし、本来考えなくてもいいことじゃないですか。反則技対策、反則やる
方がいけないかな。ただ、まあ、バッティングとかローブローに関しては確かに対策はしなきゃいけないですよね。うん、ね、もらう方が悪いっていうのは違うけど、もらった側が損するっていうのはしょうがないんで、そうなんですよ。ジケさん言うようにね、そのバッティングってどうしてもありますからね。うん、だからまあそういう技もあるよっていう。今回とかやっぱあったのは、やっぱまあ、ね、それが確かにそれ受けないのも技術だけど、やっぱり、うん、受けたのが技術がないってなっちゃうのはちょっとこっちとしてはもうやられた側としてはちょっと悔しいし、でも受けないようにしなきゃいけない、対策しなきゃいけないっていうのはすごく難しいところがあるかなっていうのがあって、だから僕今回そのね、そのイベントオブリーグの対ジョージ・ファーマンの試合で受けなくすることはこういうふうにクロスアンドロックとかでできるなって思ったんです、見てて、うん、ただ僕はそれ実験されるようにこれ悔しいな、やったもんがじゃないかっていう思うんですよ。だから、このプラスアンドブロック回を開発したのはそういう理由なんです。やった方がちょっとね、TK を負けたりって、血だらけになり、ダメージを受ける、うん。やった方が自爆するっていうことを、そこまで考えたんです。うん、もう本人は大マジです。はい、ということで、今日はね、僕がちょっと考案した、バッティング対策、頭突き対策っていうのをね、お話しさせてもらいました。もうこういう感じでね、久保井と格闘技塾って2人でちょっといつも研究したりとかし合って、いろいろ技術の、考案だったりとかいろいろしてるんで、ぜひね、そっちの方も、入会していただけたらと思います。はい、ということで、いいねとチャンネル登録の方お願いします。また見て。久保さん、でもこれ実際本当に使えるんですか、はい、試合で。いや、これめちゃめちゃ使えると思いますよ。うん、僕もこれ、夜な夜な練習してますから。実際これ練習方法あるんですよ。で練習方法、本当に反響があったら、ちょっと練習方法を公開させていただこうかなと。あ、いいっすね。はい、なんかふざけてやってると思われてるんです、さっきから実験さん。全然ふざけてない。本当に大真面目なんですよ。